株式会社地村は、鳥取県鳥取市河原町布袋にある水産加工品、大豆加工品メーカー。鳥取市内に豆腐ちくわ専門店とウフちくわの砂糖5店舗展開している。1865年、鳥取市元魚町にて創業。1943年の鳥取大震災により工場倒壊。1952年の 鳥取大化による工場消失を経て、同年資本金30万円で、有限会社、千村商店として、会社設立。1977年本社工場全面改築。1995年、資本金1000万円に、増資。1999年、株式会社千村に、組織変更。同年5代目代表取締役社長、千村直美就任。 2015年に創業150周年を迎えた。鳥取県産大豆100%であり、豆腐と白身魚のすり身を細かく粉砕、練り合わせ、豆腐とすり身の比率はほぼ7、3、製造工程のほとんどは機械化されているが、練りだけは従業員が培った長年の勘だけを頼りに言っている。鳥取市内の郷土料理店と共同で、 鳥取和牛豆腐ちくわを商品化したほか、レモン豆腐、トマトとチーズの豆腐ちくわなど多彩な味のメニューを、公案、商品化を続けている。2014年4月5日、テレビ東京の土曜スペシャル、ご当地カレーを求めて 2500km、列島縦断カレーなる旅内で、展開店舗の一つであるかの一店が紹介された。ありがとうございます。